です。はい、皆さん、じゃじゃん、こちらマシュマロは食べたことありますよね。でもマシュマロって普通、まあこのぐらいか、まあちょっと大きいのがあるかなぐらいじゃないですか。今回はですね、もうこんぐらい大きい巨大マシュマロを作ってみたいと思います。材料はこちら、バケツ、卵、お砂糖、ゼラチン、以上です。はい、まずはですね、こちらのボウルに卵の卵白だけ10個分入れていきます。はい、卵白10個分ボウルに入れることができました。そうしたら次にお砂糖を 500g 入れます。よいしょ、 500g って相当甘そうだね。はい、そうしたらこちらをハンドミキサーで泡立ててメレンゲにしていきたいと思います。やばい、うわー、こんな大量のメレンゲ作ったことないよ。はい、このようにね、角が立つぐらいメレンゲを固く作りました。はい、次にこちらお湯 500ml にゼラチン5袋を溶かします。いやー、いつもグミでゼラチンは使ってるけど、マシュマロもまさかゼラチンで作ると。はい、ゼラチンを溶かすことができたら、じゃん、バケツです。綺麗に洗ってあります。こちらに先ほどのメレンゲ入れます。うわ、やっば。はい、これと先ほどのね、ゼラチンを溶かしたお湯を加えて素早く混ぜます。すぐに混ぜないとゼラチンが固まっちゃうので素早く混ぜます。はい、こんな感じで混ざりました。はい、そうしたらこのバケツがいっぱいになるまで、これの3倍ぐらいですかね、作ってバケツいっぱいにしたいと思います。はい、このようにバケツいっぱいのマシュマロの液を作ることができました。いや、本当にすごい量ですよこれ。はい、あとはこれを冷蔵庫に入れて冷やして固めます。はい、1日が経ちました。うわ、やばい、なんかぽよぽよしてる。ではこれを早速バケツから出していきたいと思います。うわ、うわ、うわ、大丈夫これ。よいしょ、うわ、え、大丈夫、うわ、すごい、あ、うわ、うわ、え、プリン？え、プリン？なんか新しい色合いのプリンができました。イエーイ。まあ、ちょっとね、ちょっと多分ゼラチンが下の方にちょっと沈殿しちゃったみたいなね、マシュマロっぽくないんで、ちょっと一回切り落とします。これやばいっしょ、綺麗すぎる。てか、うわ、すげえ。はい、これなんだ、これ、これこそほんとグミだね。これは一旦置いといて。はい、ということでね、上の部分がなくなってさらにマシュマロっぽい。はい、ちなみにこちらが普通に売ってるマシュマロです。何倍よこれ。ということでね、ちょっとこのままだとちょっとまだベトベトしちゃってるので、こちらのコーンスターチをちょっと振りかけて手につかないようにしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。本当のマシュマロっぽくなりました。では早速こちらの巨大マシュマロを食べてみたいと思います。りっちゃん、それ何？いや、これ巨大マシュマロだよ。食べたいんだけど、なんでこれ独り占めするの？じゃあ食べる？食べたいよ、食べたい。どうやって食べるの？早く早く、ちょうだい。ちょっと待ってよ、ちはいはいはい、ちゃんと持ったよ。いや、すごい、これ本当に赤ちゃんみたいな、もう重さとか。3、2、1、よいしょ。はい、ではね、気を取り直してちゃんと食べていきたいと思います、はい、だってまずさ、マシュマロスプーンで食べるって意味わかんないよね。でも本当にマシュマロじゃない、この食感とかこの感触。軽い軽い。じゃあいただきます。いただきます。うん、軽い。え、マシュマロでしょ。マシュマロや。え、なんかめずめずしいからさ、うん、はんぺんみたいな感じなのかなと思った。食感マシュマロ。そう、味もマシュマロでしょ。うん、味もマシュマロ。え、マジでこれ無限マシュマロや、これ。うまっ。ちょっとね、粉が若干今また取れちゃったから、
なんかゼリーとかプリンっぽく見えるけど、ええ、食感本当になんていうの、あんなんかさ、ふわふわしてる感じ、そうふわふわ、なんか空気がシュワってなる感じ、マシュマロの中身だよ、これ。そう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 、はい、ということでね、まあ、マシュマロこんな巨大に作らなくてもあのちっちゃいサイズで作ることもできるので、皆さんもぜひぜひ手作りマシュマロ作ってみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー、またねー。ちょうだい、いいよ、全然。え、ほんと食感マシュマロよ、これ。え、美味しい。え、てか昨日のやつより全然ゼラチン臭くない。え、マシュマロなんだけど。てかやっぱさ、食感がすごいね。